今はキラゴルドって呼んでよ、クソ兄貴。マヤ、まさかお前が。そうだよ、黄金病を撒き散らしているのも、人間どもから宝を徴収してるのも、全部この俺、キラゴルド様の仕業さ。緊張しちゃって、そんなにビビるなよ、クソ兄貴。けなげな妹らしく、これでも気を使ったんだぜ。おとなしく黄金兵どもに捕まってれば、ペットにして死にたくなるほど可愛がってやろうと思ったのに。お前が俺を恨むのはわかる。俺のことなら好きにすればいい。だがなぜこんな。めんどくさいやつ。まあいいや、特別に大樹が落ちたあの日、俺の身に起こった魔王の奇跡ってやつを。渦巻く欲望と絶望と孤独こそ我が名は魔王ウルノーマ。この新たな世界の誰も、兄貴でさえ。でもいいんだ、ウルノーガ様のおかげで俺はこうして復活できた。今や黄金か、あのバイキングどもを手駒に変えたように、今度は俺がこの力で世界中の奴らをこき作ってやるんだ。やっぱり黄金兵どもはお前が。それがお前の今の望みなのか、魔王の配下になって。そんなことが。今さら説教しようっての。生き残ってしまった意味、やるべきことを。マヤ、お前がそんな姿になったのも、ここでお前を倒すことが俺に課せられた贖罪だ。クソ兄貴と雑魚勇者どもが偉そうに正義のヒーロー気取り、俺さえ救ってくれなかった奴らが今さら。超うるさい、クソ、バカな兄貴も勇者もみんな、
行くぜ。踏ん張り時だ。せーの、受けてみよう。足元に気をつけな。これでどうだ。覚悟しな。助かったぜ。うるさいんだよ。しっかりするんじゃ。今こそ癒しの雨を。Take it up! Ha!
いけない。地元に気をつけな。俺たちの勝ちだ。力が暴走しておる。このままでは黄金病の呪いがと。これ以上俺のせいでお前に罪を背負わせるわけにはいかない。いえ、すまない、やっぱり俺は。
兄貴と一緒にいたい。喧嘩して笑って貧しいのなんて何でもない。寒いのもひもじいのも我慢できる。だから黄金なんてもういらない。まったく、バカ兄貴のせいでまた貧乏に逆。人知を超えた力を使った反動ですね。完全に体力が回復するまでは。ですが命に別状はありません。いずれ必ず。世話かけたな。さっきキラゴルドを倒した時に手に入れたこのオーブはお前に渡しておくぜ。伝説の宝珠を集め地の底で出会う勇者に力を。予言は本当だったってことか。さて行こうぜ。マヤはここに預けておけばひとまず安心だ。あいつのためにも俺は新たな旅に。よろしく頼むぜ。はい。
な相棒、聞いてくれ。やれやれ。そうね、